いやだから別に疑ってるわけじゃないって。ただ魔界ちゃんが倒れる直前に家族ちゃんが慌てて外に出ていた理由を知りたいだけで。ですから特に理由などないと申し上げているでしょ。話はこれで終わらせてもらいますわ。あのな、俺たちはあんたの容疑を晴らそうと思って聞いてんだぜ。頭の悪い俺にだって魔界のおっさんが死ぬ直前まで一緒に行動してたあんたが怪しいってのは分かっちまうんだからよ。ヤマトちゃんの言う通りだって。うちや科学ちゃんや社畜さんだってほんの少し前まで罠部屋にいたんだから立場は同じ。ちゃんと事情を話してみんなを安心させてあげようよ。我らはお主を助けたいだけなのだ、家族ども。結構ですわ。私は誇り高きピンカートン家の血を継ぐもの。この程度のピンチは自分で切り抜けてみせますので、あしからず。家族さん、ごめん。みんなもうちょっと優しい言葉を使うべきだったわ。しゃあねえよ、きっとあいつにも譲れない何かがあるんだろうぜ。譲れない何かか。しばらく放っておいてやれ。おそらく家族くんは彼女なりに魔界探偵の死を悔しく思っているんだ。なんせ自分がもう少しあの部屋にいたなら救えたかもしれないんだからな。協力できる者もいればできない者もいる。組織で行動するというのはそういうものだよ。そうですね。そうだ、魔界さんと親しかった文学さんは今どこに？文学ちゃんなら死体が見つかった報告を受けてすぐに気絶しちゃったから、うちが部屋まで運んでおいたよ。さすがにあの子には遺体は見せられないよね。このまま事件解決まで眠っていてくれたらいいんだけど。ありがとう渋谷さん。そうだね、記憶力の優れた文学さんに魔界さんのあんな凄惨な姿は見せられないよ。渋谷さん、僕に力を貸して。この事件を解決するためには君の力が必要だと思うから。やる気満々じゃん。もちろんいくらでも手助けしちゃうよ。トリマ、他のみんなと一緒にリビングに行って監視カメラの映像を確認しようよ。手がかり映ってるかもだしさ。無能先輩？急に立ち止まったりしてどったの？大丈夫？あ、ごめん、何でもないよ。
怪しい。ギャルの勘が先輩は何かを隠してるって言ってるよ。ま、言いたくないなら深くは聞かないけどさ、あまり一人で抱え込まないようにね。焦らなくても平気だって。この数日の間に先輩がものすごく成長してること、うちは知ってるからさ。そうかな。そうだよ、はじめなんか死体見ただけで青ざめまくってたのに、さっきなんて他の探偵たちをまとめ上げちゃったじゃん。うちが名付けておいてあれだけどさ、早く無能から脱却できるといいね。頑張るよ。分かっているだろうが、先ほど見えた悲劇は決して君の妄想じゃない。遠くない未来で起こる結末だよ。その事実を知るのは君しかいない。悲劇を回避するためにも君の手でこの事件を解き明かすんだ。はい、あんな悲劇必ず食い止めてみせます。私が科学君から毒入りの花瓶のことを聞いている場面だね。はい、食堂でお水をいただいているときにふと気になって花瓶の水も調べてみたんです。すると花瓶の水から毒が検出されて、すぐに社畜さんへ連絡をしました。二人以外に誰か人影は見ませんでしたか？その時は特に見ませんでしたね。まさか大和さんが近くで聞き耳を立てているとは思わなかったよ。その結果が朝の騒ぎというわけですね。うーわー、音がないのにうるさくてうざい。このカメラが音を拾わないタイプでよかったわ。改めて見るととても恥ずかしいのである。もう十分反省したから勘弁してくれよ。無能君、見事なまでにベッドに倒れ込んだまま動かないね。武装さんたちを止めた後、急に気分が悪くなっちゃって。無能さんはこの後、自分の部屋で寝込んだまま事件直前まで動かなかったことを確認しました。この事件では容疑者から外していいと思います。同時刻、私たちは魔界さんの作った朝食をいただいていた。10時頃までは無能君以外全員揃っていたと記憶している。10時頃、僕は下道さんと一緒に食堂を出て罠部屋の調査に訪れました。なんだか珍しい取り合わせね。二人で何を調べてたの？部屋の各辺の長さだよ。ほら、1階のリビングと2階の罠部屋って間取り的に同じ位置にあるだろう。それぞれの辺の長さまで同じなのかどうか調べていたのさ。調べてみたところ、どの辺も全く同じでした。天井の高さまでまるっきり同じです。別に
同じ間取りの部屋なら当たり前のことではないのか。普通の家ならね。でもほら、この洋館は1階と2階をつなぐ階段が長いだろう。普通は1階の方が天井が高くなる方が自然だと思うんだ。考えられる可能性は1階の階段が2階に合わせて低く設定されていることだ。つまり1階と2階の間には本来なら不要な空間が生まれていると考えるのが妥当だね。それって多分床から飛び出してくる針のためのスペースじゃね。あれだけ長い針だもん、どこかにしまっておくスペースがいるっしょ。なるほど。普段は1階と2階の間のスペースに引っ込んでいて、罠は起動中にだけ飛び出してくるってわけだね。は12時頃に飛脚さんと入れ替わりで罠部屋を後にしました。それから俺は書庫に行って犯行時刻までずっとこの洋館の資料を読んでいたよ。監視カメラに映っているから確認してくれ。飛脚くんはこの部屋で何を。実は食堂で考え事をしていたら扉の構造が気になって個人的に調べに来たんだ。扉の構造に何かおかしな点があったの。うん、本当に些細な違和感なんだけど、この洋館はフラオごとに扉の設計が違うみたいなんだ。同じ客室でも1階と2階では扉の大きさと材質が違ってね。逆に同じフロア内なら罠部屋と客室のように全く趣向の異なる部屋でも同じ扉が使われているんだよ。それは確かに作為的だね。別に扉を揃えるルールなどはないけど、フロアごとに分けているのは何かしらの意味合いがあるかもしれない。よく覚えておこう。それから30分くらい扉を調べた後はもう一度各個室の扉を調べに戻ったよ。事件発生までずっと個室を調べていたし、カメラにも映っていたんじゃないかな。確かに事件が発生した時飛脚くんは個室にいたね。僕と武蔵さんも監視カメラの映像で見ていたよ。私は食堂で魔界さんと文学さんとこの館の構造について話していた。それからこの映像の通り3人で罠部屋を訪れている。他の部屋はすでにあらかた調べ尽くしたからね。もし仕掛けが残されているとしたらこの罠部屋だと予想したんだ。成果はあったんですか。罠以外に仕掛けがないことが分かったよ。部屋の構造的に隠し扉が隠れている様子はないし、科学君も推理していた通り床下には針が収まるスペースしかないからね。当てが外れたと思って文学さんと私は1階へ移動したんだけど、魔界さんだけはずっと一人で床を調べていた。彼はこの時すでに隠し通路の場所に気づきかけていたのかもしれないね。社畜さんたちと入れ替わりで僕はもう一度罠部屋に来たんです。家族さんと渋谷さんが車椅子を押してくれたおかげで楽に2階まで上がることができました。ありがとうございます。さすがに仲間として見過ごせないよね。3人は何の調査で罠部屋に。実は僕も飛脚さんと同じで扉の違和感に気づいたんです。うちは科学ちゃんに付き合っただけだよ。
雑談する雰囲気でもなかったし、全然力になれなかったけどね。ちなみにうちの聞いた限り、家族ちゃんも罠部屋に用があったみたい。なんか部屋の隅に置かれた花瓶に興味津々だったな。ちょうどこの辺りで魔界ちゃんが隠し通路の謎が解けたかもしれないって言ったんだよね。テンション上がりすぎて魔界ちゃんに抱きついちゃって、家族ちゃんにはしたないって怒られたわ。家族さんも嬉しそうでしたけどね。そうそう、自分の手柄みたいにおほほほ笑ってさ、マジウケたよね。この映像は来るな。うちがそのまま残ってたら助けられたかもしれないのにさ。僕も魔界さんの言葉につい安心して調査を中断してしまいました。僕がもっと部屋の異変に注意していれば、あるいは気が緩むのも仕方ないよ。映像を見る限り特に部屋には変わった様子も見られないしね。この映像と皆さんの話を取りまとめると、魔界さんに異変が起こり始めた14時半に罠部屋にいたのは家族さんのみ。直前まで一緒にいた渋谷さんは無能くんの誘いでリビングへ行き、科学くんは食堂へ飲み物を取りに行った後リビングへと向かった。俺は食堂の冷蔵庫を調べている時にガックンと鉢合わせてね、二人でリビングへと向かったんだよ。俺たちに続いてリビングに来たのは社畜ちゃんと文学ちゃんだ。実はリビングへの道すがら階段を降りてくる気配を感じたんだけど、あれは社畜ちゃんたちだったんだろうね。私と文学さんは事件の起こる1時間ほど前からずっと書庫で調べ物をしていたよ。互いのアリバイを証明し合えるはずだ。それを言うなら俺と姉さんもだぜ。俺たちはずっと一緒に行動していたしな。13時頃から犯行時刻まで娯楽室を2人で調べていたわ。監視カメラの映像にもバッチリ映っているはずよ。僕はずっと客室で1人だったけど、監視カメラには映っていると思う。さっきも言った通り、客室で調査をしていた飛躍くんの様子は武装さんと僕が監視カメラで見ていたよ。つまり事件発生時のアリバイが証明できないのは家族さんだけだね。彼女に伝えたらまた荒れそうだな。ほぼ全員にアリバイがあるなんて妙だな。どうか。監視カメラがあるとは言っても廊下にはついていなくて死角は少なくない。ここまで見事にみんなのアリバイが証明されるだなんて、
もはや作為的としか思えないよね。外道殿、つまりどういうことなのだ。難しい言い方をせず、ストレートに言ってほしいのである。つまりね、この事件の犯人、透明人間は監視カメラを自らのトリックにしようとしたと考えるべきなんだよ。まさか抑止力となるはずだった監視カメラが犯行に使われるなんて、皮肉だよね。ガッくん大丈夫？傷ついてる？僕が監視カメラを作ったせいで。そうだよ、君のおかげで犯人は正体をバラさずに魔界探偵を殺せたんだ。これもそれも君の作る発明品。ああ、フレンズだったかな。君の親愛なる友人たちのおかげだね。君には素質がある。君のせいで死んだ魔界探偵の分まで、やめろ。外道探偵、仲間をいじめてんじゃねえぞ。こら、科学君は悪くないよ。外道探偵の言うことなんて真に受けちゃダメだ。そうだぜ、お前がいいやつだってのはみんな分かってるんだ。俺たちで力を合わせて透明人間の野郎をぶっ捕まえてやろうぜ。無能さん、ヤマトさん、ありがとうございます。ですが、僕の作った監視カメラがこの事件を引き起こしたことは事実です。制作者の責任として魔界さんの仇を必ず僕が取ってみせます。また事件を解き明かした後にこのリビングでお会いしましょう。面白くなってきたね。何笑ってんだてめえ。次にあんなふざけた真似したらぶん殴るぞ。どうして科学君にあんなことを言ったんだよ。彼を傷つけてお前に何の得があるんだ。傷つけるなんてとんでもない。むしろ得があるのはガックン自身だろ。ああ、彼は俺に責められたことで自身の発明が人死にを招きうると学んだ。ガックンはもっと素晴らしい探偵に成長するに違いない。探偵、いや探偵こそが命の重みをもっと体感すべきなんだ。俺も君たちももっともっと感じていこうよ。命。ああ、そうかよ。じゃあまずはてめえを半殺しにして命とやらを感じることにするぜ。はい、ストップ。仲間同士で喧嘩はのんのん、可愛くないわよ。姉さん話してくれ。俺の勘が外道の野郎は放っておいちゃやべえって言ってんだ。大切な戦力を削る気？私たちはこれから全員で魔界ちゃんを殺した犯人を見つけ出さなきゃならないのよ。それに外道ちゃんの言葉にも一理あるわ。良かれと思った行動が
悪意ある人間のつけ込む隙を許しちゃうことはいくらでもあるの。さすがは美食ちゃん、俺の言いたかったことを端的にまとめてくれたね。あなたは言い方がまずすぎるの。いくら栄養たっぷりの料理でも見た目がひどかったら誰も食べてくれないのよ。言葉も料理も見栄えが大切だってことを忘れないでね。そいつは失敬、よくよく肝に銘じておくよ。すまねえ姉さん、確かにムカつく野郎だが、今は透明人間を見つけ出すことの方が先決だよな。頭を切り替えて捜査に集中することにするぜ。その息よ。透明人間が相当に頭の切れる人物なのは間違いないわ。私たちも全力で挑まなきゃね。社畜さん、今回の事件に外道探偵は無関係なのかな。わからない。今回はほぼ全員にアリバイがあるから何も言えないというのが正直なところだね。それに気になるのは魔界さんが見つけたという隠し通路のことだ。犯行のタイミングから考えるに、今回の事件の目的は隠し通路を私たちに周知させないことだろう。そうなると、つまり犯人は僕らをこのまま洋館に留めたいってこと？わざわざ冷蔵庫の食料を潰したことを考えると、このまま餓死することを狙っているのかな。でもそれにしてはなあ、仕掛けてくるのが遅すぎる。冷蔵庫の中身の処分ならロイスさんの殺害時に済ませておけばいいのだからね。社畜さん、飛躍くん、これから僕たちで協力して捜査を始めませんか。そうすればきっと他の探偵たちも手を貸してくれると思うんです。君だけならいいんだけどね。申し訳ないけど、今回は単独で捜査をさせてほしいな。みんなにアリバイがあり、誰もが疑わしい状況だからね。万が一にも罠に引っかかる目は取り除きたいんだ。そうですか。飛躍くんはどうかな。僕は一人でもう一度客室の扉を調べてみるよ。きっと隠し通路の謎を解く鍵は扉の違和感にあると思うんだ。僕がもっと早く隠し通路を見つけていれば、魔界さんも犯人に狙われずに済んだかもしれない。この謎を解くことが僕の義務だと思うから。もし手がかりを見つけたら探偵デバイスで逐一報告するね。どこに敵が潜んでいるかわからない。君たちも気をつけてくれ。結局またこの3人で行動するってわけね。無能殿、我はお主が言う通り協力が大切だと思うぞ。ぜひ我の力を捜査に生かしてほしいのである。他力本願かっつうの。まあうちも一人じゃ何もできないから指示が欲しくて残ったんだけどね。んで
無能先輩はこの事件をどう捜査していこうと思ってるの？右も左もわからないうちらに教えてよ。落ち着け、ワト君。君が混乱していては、二人も不安がってしまうよ。君も今実感した通り、事件には謎が山ほど存在する。手探りに捜査をしようとしてもうまくいかない。ゆえにまずは推理すべき点、ミステリーポイントをまとめるんだ。君がこの事件で最も解決すべきだと思う点を端的にまとめてみろ。現状、この事件で解くべきポイントは3つあると思う。まずは、一人でに閉じた扉、まるで透明な人間が閉じたようにも見えるこの扉のトリックを解き明かさないといけないよね。二つ目は、隠し通路の場所。赤井さんはおそらく花部屋の仕掛けに気づいたせいで殺された。彼が気づいた何かを知ることがきっと事件解決の糸口につながるはずだ。そして三つ目は、赤井さんに神経毒を投与した方法。監視カメラで監視された状況の中でどうやって赤井さんに毒を与えたのか、その方法を導き出す必要がある。この3つの謎を解くために僕らはまず監視カメラの映像をもう一度確認しよう。きっとそれがこの事件の謎を解く上で大切なことだ。どうしたの？いや、なんかリーダーの姿が重なっちゃってさ。今の姿はまさしくリーダーの貫禄であったぞ。他のみんなにも見せたいくらいなのである。いや、そんな。うちは無能先輩のことを信じるよ。何か手伝えることがあれば何でも言ってよね。今ので改めて我の感性よりも無能殿を信じるべきだと確信した。我は無能殿の手となり足となり全力で協力するのである。ありがとう、二人とも。まだ少し自信は情けだったが、なかなかグッドな取りまとめだったよ。さあ、バト君、ここからが本番だ。初日に私が教えた通り、他の探偵たちに指示を出していこう。君が介入しない限り、エンドシーイングで見た未来の悲劇は防げないのだからね。わかりました。見ていてください、ホームズさん。最悪の悲劇を僕の手で覆すんだ。